ごくない？これを見せた。この寝癖すごくない？ドライヤーしたのにこれよ。おもろ。こんにちは。マジでアイロンするだけ。すぐ行かなきゃいけない。みんなもお仕事ですか？こんにちは。休憩？休憩時間今。なんか今日久々にメンバーと会う。PR 舞台以外の。PR 舞台のメンバーとしか会ってなさすぎて緊張するかも。嬉しい、会えるの。四国公演も見に行きたいけどギリギリ間に合わなさそう。飛行機雲だけ出たいんだから飛行機雲やるんか知らんけど。当日券で入りたい。当日券あんの？久々にねゆっくり寝れるとか思ったらさ、なんかちょっと早めに目覚めちゃって、癖だねいつもの。当日券あり？おお、行きたい。安曇野初日、先月あの四国公演あったじゃないですか、年末に。でもコロナ騒動で亡くなっちゃったやつあったじゃないですか。あの時にレッスンしてた、前日の夜に。何時かな、夜、昼から夜までずっと、まあ、安曇が初日だったってこともあってずっとレッスンしてたんですよ。そうだけど、レッスンしてる最中に中止になりましたって来て、って言ったんです、みんなで。今やってたのにみたいな。ほんで急遽さ、出れるメンバー出れないメンバーが決まってさ、立ち位置とか歌割りも変わって、そこをみんなで調節してやってたところで、レッスン場にスタッフさんが来て、すいませんが明日は中止になりましたってなってからの今日だから、もうねみんなめっちゃ気合が入ってると思うの。こんにちは。あすみが修学旅行ぐらいのテンションって言ってた？かわいい。修学旅行？四国公園修学旅行なの？でも最初があれだね、40分でよかったね。最初から1時間半の公演だったらさ、覚えるの大変だけど、あの短いバージョンじゃん、2つのやつだから、あのハロウィンみたいな感じ。よかった、ちょうどよいい、初日にはちょうどいいよね。こんにちは。見たいな四国公演。私さ、自分がありがたいことにずっと出させてもらってたからさ、あの
四国公演をすごいいい公演だと思ってやってきたけど、4年ちょっとやっぱ客観的に見てさ、こう瀬戸利のな雰囲気とかさ、チームの雰囲気とかさ、やっぱ客席から見て分かるものもあるじゃないですか。だからすごい勉強したいなっていうか、そのなんかファンの人からどう見えてるんだろうっていうのをすごい、なんだろう、見たいというか、今後のためにも見たいし、あと多分葵ちゃんとかみほりんとか、そのリーダーを、リーダー気質の子がさいるから、たくさん頼もしいしさ、めっちゃ見に行きたいんだよね。行きたいけどギリギリ間に合わそうなの。私ワンチャン出れるんじゃないかってぐらいギリギリ間に合わなそうなんだよね。そう、悔しい四国が先、スタジオが先、どっちだ。7時半開演とかだったら間に合いそうだけど、6時半とか7時とかだったよね。安住の初日見届けたかったな。四国が先？あー絶対間に合おうもん。じゃあ悔しい。6時半開演か。え悔しい、見たかった。皆さん、え当日券あるの？広島におられる方はぜひ見に行ってみてください。あの中止になった時の悔しさをねぶつけて。よし、大久の島にいる。あ、うさぎの島ね。人前に出れる格好で、下地だけ塗った眉毛描いて。今ハッピー、押されたって今ハッピー。てかなーちゃんがやった後のクワトロでやるのエモいな。ちなみに四国公演の今ハッピーはなーちゃんが初めてのセンター曲なので入れたっていうのがあります。可愛い系の曲何にしようと思って、あんまり擦られてないやつってなって、まあいろいろマネージャーさんとかとも相談しながら、なんか意味があるやつがいいなっていうので、なあちゃんの初センター、まあダブルセンターなんですけど、初センター曲今ハッピーです。まあ今日やるのかな、それは皆さんお楽しみにですけど、そんな関連性もあったりして。実はあ
かれんか。10分になったら終わろう。まあ夜配信するけん、これは本当ただアイロンしてる、アイロンがここにあってここにカメラがあったから、あ、ショールームつけてみっかと思ってつけただけだからごめん、ゆるゆるです。1時から、1時からあれが始まります。週日程、そうだよね、13時、うん、え、18時からか、18時からだ。18時からか。ふくちゃんショールームするハードル低くて助かる、うん、ショールームするハードル誰よりも低い自信があるなるべく見られないように頑張ってるからねだってもう福田推し以外に見られたら困る配信いっぱいしてるからこっそりやってます。見に来てくれてありがとうございます。誰よりもハードルは低いな。そうだよ、福田推し以外には見せられない姿をいっぱいこう全世界配信してるからやべってなりますけど前髪スプレーしよう、モチベーションのために。よいしょ、着替えなきゃ。寒すぎだろう。こっそり見てる。こっそり見て。やばい、1月中にお正月の写真投稿するって言ったのにインスタに。結局1月1回もインスタ触らずに終わりそう。反省反省。その人をステージで見るときのギャップ、確かに確かに。福田氏はそれを味わってんのか、ここでギャーギャー言ってる私とのギャップ。なるへそ。え、待って、明日まで、待って、私メールに1月最終日って書いちゃった。待って、12月も31日まであったのにさ、1月も31日まであんの。2ヶ月連続31まであることなんてあるんだ。まださ23年しか生きてないからさ、知らなかったよマジで。ごめんね、1月31日誕生日の人おはようメールでじゃあみんなえってなったな多分。あら、まあ、ごめんね。まあ、明日があるからって言って明日も多分インスタ投稿しないんだろうけどね。あら、まあ、よいしょ。1月最終日じゃなかった、まさかの。
ンクのクリーム塗っていい？完全に忘れてた。めっちゃ1月最終日やと思ってメール送っちゃった。服メール適当すぎよね、いつも。ごめんね。服メールのあの言ってること大体適当で申し訳ない。ケロケロケロッピつけよう。ケロケロ、待って、いい時間になってきたぞ。そろそろ終わらないと。ショータイムしてるのになんかさ、家出るまであと15分あるなって時とかさ、暇でさ動画とか見始めちゃってさ、あやばいやばい、ま、遅刻するってなることあるやん。それ私。あ、意外と家出るまで30分あるショールームしよう。あやばいやばい、ショールームしてる場合じゃなかった、家出なきゃやばいやばいやばいってよくなってる。なんか30分とかの時間が許せなくて、長いのになんかするには短いんだよね。なんなんだろうねこれ。よし、これをつけて、キョキョキョッピ。よくあるよね。マジでよくあるんだよな。よし、オッケー、終わります。お互い頑張ろう。煙突、カーリー、ゴン、通りすがり、下吉、小狐、777、エルメンツ、スケオ、今年もまだ中電ツロス、ヤマト、埼玉のいたん、キムコ、青によし、アールアップ、おてもちゃん、イワナと、いい。いいわなとかやまめとか、いたき、わらもち先生、りょうにゃ、こう、ありがとう。というわけで、いってらっしゃい。行ってきます。バイバイ、つかれんこんでした。また夜ね。ありがとう、バイビー。